とにかく俺はこんな風な絵は見たこともねえよ。これは僕の絵だ。人の絵に似てないのは当たり前さ。僕の絵は僕流に描く。おんさ、自分のおっかはどんな風に絵があるか人に相談するかね。いいこと言う。神の家行く道は、しかし行くと松井さん出るだ。それを北へ行くだよ。どのくらい？一息だ、この人たちの一息はまず5キロはあるな。どうしてバスで来なかったんです？次のバスまで3時間もあるってもんですから。その荷物置いてきなさいよ。車につけてってあげる。どうせ今夜は神の湯止まりだ。この山は気に入った。あんまりさ、赤すぎたよ。この鳥山はそんな赤くはねえっつうのにさ。うるさいぞ親父。僕の心の中にこういう真っ赤な山があるんだよ。それをこの山を見てるうちに思い出したんだ。いつものはそんなものかな。あ、そうだ、もう少しお待ちなさい。後ろへ乗せてってあげる。誰だ？いえ、お部屋は別々でございますよ。あの写真のことは先だってお断りしてあるはずだとおっしゃってますけど。そんなことは分かってるよ。わざわざこんなとこまで来たんだから、そこんとこ君なんとか。そう申し上げたんですけど。頼むよ君、手ぶらじゃ社へ帰らないんだ。もう一度取り付いてくれよ。でも困るわ私。チェッ、ちょっと晩泊まって粘らなんとかなんだかな。予算はなしか。ごめんください。はい。あら、先ほどはどうも。お金で助かりましたわ。いや、少しお邪魔しても構いませんか。どうぞ。こんな格好で私。僕だって。あ、どうぞお構いなく。タバコいいですか。どうぞ。あなた西条美和子さんでしょ。え。いえね。さっき女中がこそこそ噂してるのを聞いて、それで思い出したんですよ。大きな目ですね。あ、申し遅れました。僕は青江一郎って絵描きです。あ、私を思い出しました。何か美術雑誌で噂拝見したことございますの。ああ、オートバイの話でしょ。ブラマンの真似してるとかなんとか。自分たちが人真似ばかりしてるもんだから、人もみんなそうだと思ってるんですよ。僕がオートバイ好きなのはあの傍若無人なとこなんです。あんな具合に生きられたらいい気持ちだと思ってね。ところで今頃どうしてこんなとこ。専用ですか。まあ、まあいろいろとうるさいことばかり多いもんですから。あなたぐらい有名になるとうるさいことが多いでしょうな。人にジロジロ見られるだけでも疲れるはずだ。
ここは夏場はうるさいが今時分はいいですよ。静かでね。あ、そうだ、明日あたり行ってごらんなさい。この少し先に小さな沼があるんですよ。水の色が不思議な緑なんです。時々翡翠にあんなやつがあるが、あ、あの林見えませんか。あの真っ黒な杉林、あの向こうなんです。今の音、写真機のシャッターらしいな。大方新婚ムービーでも来てんでしょ。お部屋は別々でございますか。